the radio up. FM Osaka.中でございます。さ、今日 YouTube は何でございましょうか。今日はですね、はい、前回の千日後に定年する田中の時に田中さんの失敗談がたくさん出てきたじゃないですか、うん、あまり言いたくないけどね、恥ずかしいですけどもね、はい、それを我々若手の YouTube 員がですね聞いて、うん、次につなげたいと思いまして、はい、今日は失敗談ベスト3をお聞きしたいなと思ってます。今日すんねやったら前回それ出せへんかったのに、もう前回かなり濃いやつ出したじゃないですか。じゃあもうないですか。いや、まあ探せばありますね。あ、なるほど。前回言うたやつ以外でまだ何か失敗談を映像に出したらあかんやついっぱいある。言える範囲で、はい、わかりました。言える範囲でありそうなやつね、はい、わかりました。やってみましょう、順番に。ということで第3位です。まあ、3位というか、まあ、古い時代から遡る感じになるかわからないですけども、あまり面白くないかもしれない字で書くとこれです。実は入社して3年間制作におりまして、でその時に約2年間ニュースを読むことになってたんです。当時制作に配属された人はほぼ全員週に1回ニュースを読んで、泊まり勤務も含めて読むというの で僕の場合は火曜日が泊まりやったんですけども、その時の7時のニュースの中で、7時の時報前にニュースがありまして、ちょうどその時にビールがこの秋から値上げしますというニュースだったんですね。で、まあこの田中家ではそういう言い方をしてたんですけども、ビールのサイズを大瓶小瓶というのがうちの家では言うてたんです。どうもこれは大瓶小瓶というのが正しいみたい でこの秋からニュースが値上げとなります、大瓶1本20円、小瓶1本10円値上げとなりますみたいなことを言ってしまった。でその後番組の中で DJ が言うんですよ、さっき田中さんが、田中アナウンサーが言うてた大瓶小瓶って大瓶小瓶の間違いよね。放送でそういう指摘をされたというちょっとかなり恥ずかしい思い出が第3位に入りました。言えるニュースの読み間違いというやつでございます。これが第3位でございました。失礼いたしました。続いて第2位、まあこれは読み間違いではないんですけど、まあいろいろ番組制作をしてるときに、まあ今でもですがステッカーを作ったり T シャツ作ったりいろんなものを作ったりします。番組ノベルティというものを、で当時僕もまだ若い、これもまだ20代の時やったかな、番組ステッカーを作る。で FM 大阪は FM 大阪周波数 85.1MHz っていうんですが、メガヘルツはこう書くんですね、メガヘルツ MH 大文字 Z 小文字 85.1MHz を、まあ、簡単に言えばこういうところを逆に書いてしまったと、ヘガメルツになってしまったと。でも番組のスタッフ DJ から田中さん何やってんの、2000枚もステッカー作ったのにって言われたのが、全部お蔵入りになったステッカーの話ということで、これが第2位でございました。お粗末でございました。それ何年前の話ですか。これね、何年前、20何歳の時や、26、27ぐらいの時やから30年前ですね。はい、失礼いたしました。まあで3つ目、ちょっとこれかなり最近になります。これですね、去年、一昨年からか、
夕方じゃなくて夜に新番組を3つ始めました。 J3 今もやってます。月曜日が J3 マンデーぽいぽいですね、小峠くんがやってます。で火曜日が J3 チューズデーで、ミッドナイト IQ アイドルクエストアイドルの番組、そして水曜日がミッドナイトウェンズデーマスターキーという、あのシャングリラの、総支配人キー亮太さんを、まあ、DJ に担ぎ出して始めた番組で、まあ、始まって早々なんですけども、その梅田シャングリラが周年を迎えましたということで、まあそれも番組 DJ がマスターキーさんが番組 DJ してるところのライブハウスが14周年、これはめでたいめでたい花出さなということで祝い花を出して、本来は14周年と書くところを13周年と書いて出してしまったんですね。全然自分はそこら辺がね、もう記憶が13で出して記憶がなく、もちろんその日ライブハウスに行きました。ライブハウスに行きまして、もうちょっと遅れて行っちゃったんですよ。もうお客さんとか入ってて、玄関に花が入る、あ、あるあるあると思って、目の前もうそろそろ入るぞというところまで来たら、他のイベンターさんが、田中さんやりましたね、やってくれましたねって言うんですよ。え、何かな、いやちゃんと花も出したしなという話をしてたら、周年の数字ちゃいますよというふうに言われまして、もう目から日の出る思いをしたのが覚えております。なので13周年と書いてしまったんですね。で、キーさんそれを見て怒るんかなと思ったら、赤いマジックで13を消して14と書いてたと、それをちゃんと花に出して飾っていただいてたというのがありました。あの、あれ誰がアーティスト出てたのかな、アーティストさんもそんな話をステージで話題にしてて、あのさらにまた恥ずかしくなったというのがあります。以上、これが書き間違いが第1位ということで、恥ずかしかったお話でございます。大きな失敗でございます。以上、3、2、1、こんな感じでよろしいでしょうか。次回があればまたよろしくお願いします。以上、ありがとうございました。Turn the radio up. FM Osaka.